はい、今回は遊戯王デュエルリンクスのパート2ということで20連目を引いていきたいと思います。では行きましょう。なんでよ、なんで出んのよ、マジか。さあ500ジェム使って10パックいきます。残り4500ジェム。さあ来ました、タッチ開封。ソードハンター、はい、女帝カマキリ、フレイムルーラーが出ましたね。前も出ましたね。お、ちょっと光ってますね。はい、インセクトプリンス、はいはいはい、これ新しいの。さあ3パック目、ブラストデビル、炎のトレホース、はい。さあ4パック目か。バーニングポケドラ、スピリットドラゴン。あれ、なかなか出んな。お、ちょっと光ってますね。虹色に、あ、これ来たんじゃない？ S レア来たんじゃない？おー、S レア、冥界の使者出ました。さあ、これは光んないっすね。ダメっすね。同じのばっかっすね。灼熱の槍。なかなか出んな。何パック目かわからんくなってます。氷、ビッグバンドラゴン、戦士ダイグレファー。はい。はい。スモクイーン、ブラスト、スピリットドラゴン。さあ、どうなるか？バーニングバード、これ出すぎやろ。あれかな？ミニボックスで使用量しか枚数追加されてないんかな、このパック。あんま何回も引くもんじゃねえか。おぉ、ダークバルか。エスリアっぽいけど、絵が。こんだけかぁ。ってことで、まぁ、一旦パート2はこんな感じです。またご視聴お願いします。